元気ですか？元気があれば何でもできる。元気があれば連続して事件を解決できる。ついこの間ね、第2作目をクリアした若井戸誠の事件簿シリーズ、続けて第3作影奉仕の足、影防止なんですかね、影奉仕でいいのかな、の足、ファントムズフットですね。フットだから足は1本ってことですかね。どうなんだろう、2本だとフィートになりますからね。そんなことない、大丈夫、うん、まあまあいいや。じゃあまあオプションは多分今回も特に、問題ないと思いますのでやっていきましょう。いくぞー。やっちまったーみたいな、あ、違うな、頭痛いんだ、てへ、やっちまったーみたいな感じかと。う、あ、頭が。一体何が。おっと、お、なんか影が出てます。前作の化け物みたいな。誰だ。死んでる。まあ死んでますね。はっ、ナイフ。やってしまいましたね、若井戸さん。僕が殺したのか。逃げた？遡ること数時間前、経験某所、どこだろうね、神奈川県かな。こいつはまさか探偵か、あの例の怪しい田中刑事。こちらがご依頼のファイルです。やはりそうだ。茜ちゃん、茜ちゃんはどこにいるんだ。さすがは安泉探偵事務所、噂通りじゃないか。うん、間違いない。本当に助かったよ。変装潜入が専門と聞いていたが、調査能力も警察顔負けだ。恐れ入る。変装が得意なの。おー、そうですか。喫茶アチャ。アチャ。若い道さんっていうのは、あれなんですね。どうも若いみたいですね。あ、若いだけに。うん。若いみたいです。はい。安陽寺。安陽寺じゃないか。安陽寺？すごい名前ばっかりだな。君は確か警視庁を捜査一課から外されて、縁の中に飛ばされたんじゃなかったか？こう、外されたんだ。捜査一課って言うと殺人ですよね。なんかやらかしたんですかね。悪かったな。県警捜査4課の田中という。あなたが若井戸さんですか。県警4課の捜査4課の田中です。ほうほう、安陽寺、そういうことだ。また連絡するよ。出た、可愛い助手の茜ちゃんによろしく言っておいてくれ。早く会いたいですね。しかしこの音楽、またフルートが軽快でいいですね。左遷された時に、お、近々警視になるようなお方だ。すごいじゃないですか。警視だってめちゃめちゃ偉いっすよ。これ犯人だな。絶対こいつ犯人だな。僕はこれで。さよなら。颯爽と歩いていったね。安泉くんじゃないんだね。安泉探偵事務所の安陽寺。すごいね。いやー、ちょっと困ったことがありましてね。まあでも彼のおかげで一安心ですよ。ははは。ちなみに今日は
なんだかいろんな事件に関わってますね。デモンズシャドウ。ほう。ふんふん。おお、組織の幹部が立て続けに3人も殺された。まあいいじゃないか。いいじゃないか。4人目。すごい。うん、現場検証。4課って殺人じゃないんじゃないの？なんだ、何か問題でも？なんだ、自信を失っている。どうしたんだ若い殿。現場に行こうじゃないか。不当。なんかね、今回音楽がいろいろあれですね。今までと雰囲気がちょっと違うね。ご苦労。本庁から来た若い殿だ。本庁？あれ？経験に飛ばされたんじゃないの？あなたが若い殿警部でしたか。田中刑事から伺っています。ありがとうございます。結構有名人なんだね。被害者について。あ、別にそうか。4課に、配属になったけど、県警に飛ばされたわけじゃないか。会社について分かっていることは、所持品から分かったのは、脇谷邦夫、56歳。犯罪組織、デモンズシャドウの幹部とされている男です。ほう。脇谷邦夫。死因は？胸部に銃創がありました。現状では射殺されたので、まあそうだろうね。銃創があって射殺でないことはないだろう。うん、失血死。死亡推定時刻。四肢の硬直具合から見て深夜1時から3時くらいではないか。死亡硬直ですね。はい。死後硬直ね。深夜帯。何か他に。目撃者。おう。わかりました。あちらの警官に聞いてみよう。さようなら。仏さんは、警官、田中。あ、そうですか。どうも、若い堂と言います。よろしくお願いします。目撃情報だ。教えなさい。うん。慌てた様子で走り去る黒服の男を見た。はあ。よそ見をして走ってきた男とぶつかりかけたこともあり、目撃者は覚えていたそうです。黒服の男。はい。はい、何でしょうか。ほう。うん、私に任せなさい。君はもう帰れ。後で電話で報告をください。わかりました。では。情報の聞き出し方。どうした？あ、メモの話か？聞き出し方。うん。うん、試してみよう。メタだね、少しね。遺体の身元は脇谷邦夫。邦夫くんだね。ツルツルになっちゃった。邦夫くん。何でも聞いてください。はい。身元。うん。うん。ああ、保釈されちゃったんだね。そして、なぜか幹部が殺された。うちは揉めか？ありがとう。ほら、全然聞いてないことがいっぱいあるじゃん。はい。死因について。仏の死因は射殺によるものと聞いているが、胸部から背中を抜けるように弾が貫通しています。至近距離からほぼ正面から撃たれたということは、知り合いの犯行ですかね。それとも夜暗いところを狙ったのか。うん、外車と犯人は顔見知りか。そうだろうね。はい。
うん、あとはじゃあこれだね、ちょっと教えてください。はいはい、拳銃について、拳銃について分かっていることあるか。38口径、なるほど。以上。あ、待て、なんか2ページ目ができた。これか。特にない。わかりました。じゃあ仏さんを調べてみましょう。頭がとても光ってるね。こんにちは。元気ですか。胸を撃たれたのだろうか。サテンのシャツによれたスーツ、一見して一般人とは言い難い格好だと。まあそうです。あー金の腕時計やネックレスいるよね。はい、物取りの衝動的なはず。傷口を調べる。そんなの鑑識がやりましょうよ。何か分かってることはあるのだろうか。特にない。うん、集まったね。推理しよう。推理、まだ推理も何もないんじゃないかな。電話で田中君に連絡しなくていいのかな。はい。はい。うん。うん。身元は？脇谷邦夫。うん。はい。これでしょ。大量の種。うん。面識があるのではないか。そうだ。どのような目撃情報だったか。特徴。特徴？ちょっと待ってね。ん？うん、これしかないか。はい。そうだ。黒服の男性。これじゃあ、何の情報にもならないんじゃないかな。内部構想が招いた事件ではないだろうか。そんな単純なものだろうか。調べてみよう。そうですね。もしもし？あ、電話してんの？携帯電話がもうある時代ってことだね。現代だね。私も気になった。はい、誰かいるのか。俺は行ってはいけない。そっちに行ってはいけない。怪しい。めちゃくちゃ逆光当たってるね。ん？消えた。中に入っていった。やめた方が。これは一体。あ、なんと殴られたね。大胆ですね、警官がいる中で。
誰だ？血まみれ。おっと、田中。これ、わわわ、若いど、聞きそう。いやいやいや、ザ組織の殺したのか。組織の何だい。私は、待て、頭痛い。どこだ、ここは。どうした、どこに来たんだ。